やっほー。そう、今日は香川県で花だれ公園いい人ありがとう。寝れましたか？眠すぎる今日昨日なんか謎に寝れなくて、でも気づいたら寝てました気づいたら寝てたけど、あのなんていうの、寝るまで、寝るまでに時間かかった。いい人ありがとう。最近四国行く機会、あ、前の徳島ってこと？雪様の、確かに最近いろんな県に行くこと多いかも。ひくえんさんありがとうございます。ぜひフォローしてください。ありがとう。そう、今日は夜公演だから泊まるんですよ普通に。何で行くか迷う。あのキャリーケースで行くか行くで行くか、どうしよう。いい人ありがとう。行ってみたい県、沖縄は行ってみたい。でもなんか暑そうめっちゃでも北海道もめっちゃ昔ちっちゃい時に一回行ったことあるけど、もう一回行ってみたいですね。今日の花だれくありがとう、嬉しい。やった。全力リオツンコールお願いします。そう、リオは福フェスは出ないから花だれだけです。今日の花だれ香川。確かにうどんありえるかも。うどんワンチャンあるかも。ワンチャンありそう。誰と同部屋か、それは行ってみないと分かんない。そう、ホテル着いてから、じゃあ何々さんと何々さんはこの部屋ですって渡されるから、マネージャーさんに。そこで分かるんですよ。そこで誰と一緒の部屋か分かるから。そもそも2人部屋か1人部屋かも分かんない。2.5、 そう、みんないます、みんな集合。嫌です嫌ですちょっとさすがにね、
嫌ですは言えないと思います。もう気まずくなるじゃん。今何話そうとしたっけ、忘れちゃった。一人部屋でも大丈夫な人？一人はやっぱ怖いじゃないですか、普通に。なんかさっきまで平気だったけど、なんか急に幽霊を想像して勝手にね、自分で幽霊を想像して急に怖くなることも多々あるんですよ。だからそれで言うと二人部屋の方が怖くないし、全然。じゃけどまあ、二人部屋ってことはさ、誰かと泊まるわけじゃないですか、同じ部屋で。なんかそれはさ、もちろんさ、人間誰しもその二人部屋の時と一人部屋の時のなんていうのね、伸び伸び度は違うじゃないですか。でもリオは怖いから二人の方が好きかも。香川で待ってる？行きます、香川。いい人ありがとう。和室の一人部屋ってあるの？リオ、そんなのなったことない。え、怖すぎじゃろ。怖っ。え、めっちゃ怖いじゃん、そんなの。ふすまとかこうやって見てるよ、絶対怖いじゃん。怖いね。宮崎で待ってる。ちょっとね、行かないですね。リオ先輩となったことないよ。日本人形やば。ワイも香川行けたら行く。嬉しい。行けたら行くって流行ってるの最近？そういうわけじゃなくて。行けたら行くって言ってる人めっちゃ多い。なんか流行ってるのかな。流行ってるの？ね、和室って怖いよね。怖い。関西人の決め台詞、あ、そうなん。うん。行けたら行くわ、行かない？そうなの。確かにリオそういうイメージです。リオもそういうイメージ。行けたら行くわ。ほぼ行かない。ほぼ行かないで決まり。55分になったら男女見ます。あ、そうじゃあ昨日ね、家族で大爆笑したことがあって、あのなんか笑顔の練習をしてたんですよ、パーナが。パーナがなんか笑顔の練習をしてて、な、練習っていうか、なんかまあ何、笑顔してみてみたいに なって、で笑顔したんですよ。そしたら
パーダにエクボが爆弾してそうエクボができたんですよ。マジで面白かった。いや今までもうね一緒に過ごしてきてエクボなパーナのエクボなんてもう見たことがなかったんですよ。そしたら昨日初めてなんかパーナにどっちともちゃんとエクボがあって面白すぎる。そうだからパーナの顔じっくり見ることもないけんさなんかめっちゃ面白かった。そうエクボがパーナエクボ爆誕しましたそうエクボができた。逆遺伝けリオができたからパーナができたの。おもろ。やだ夏痩せられたのでは。全然痩せてないよ逆になんか太ったよ。いや確実に言える。もうパーナのエクボはもう一時的なエクボですねだって今まで見たことないもん。一時的なエクボだから期間限定です。そう期間限定だからリオのエクボは別にパーナの遺伝ではないと言いたい。マーナはエクボないね。そうリオのエクボはあの違います。遺伝じゃない遺伝じゃない。メーナがメーナストップストップ。フォローありがとう。ね、今日の髪型決めてない決めよう。何にしようかな。おでこ出さないよ2公演連続おでこはちょっとは出さない。七並べありがとう。今日エクボ見に行く見に来てエクボ。あやばい55分ありがとう。壇上読みます。13位、台湾高尾さんありがとうございます。12位、ちょうど買った。13位、門町さんありがとうございます。12位、コアラさんありがとうございます。11位、東野卓球さんありがとうございます。10位、昔からおじんさんありがとうございます。9位、梅っちさんありがとうございます。8位、小山っちさんありがとうございます。7位、あやさんありがとうございます。6位、シャガラピーさんありがとうございます。5位、ヨーカノさんありがとうございます。4位、ラクラクさんありがとうございます。3位、ヨシココくんさんありがとうございます。2位、スズカさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 バーン、ゆずきちさん
ありがとうございます。皆さん、今日は香川県で花は誰のもの公演、よろしくお願いします。当日券があるので行ってみようかなって思う人はぜひ来てみてください。配信もあるので見てください。1位ゆずけちさん、1位ゆずけちさん、ありがとうございます。そう、ぷーちゃんが、ぷーちゃん、先ほど対戦ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。リオのペンライトカラーは黄色、紫、お芋カラー、コールはリオツンです。よろしくお願いします。皆さん、恥ずかしがらずにコールしてください。おかりよしの皆さん、なんか特に花だれ、おかりよしのみんなとか関係なく、花だれはあんまりリオツンコールが聞こえたことがなくて、たまに聞こえるんですけど、二人割り、歌りが二人割りとかだったらたまに聞こえるけど、なんか聞こえたことなくて、そう、なのでもっとリオツンコール聞きたいです。チケンさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。なので皆さん、リオツンコールたくさんよろしくお願いします。今日注目して聞くのではい、注目して聞きます。それではバイツー。あ、夜は配信ないです。あ、ショールームね、このショールーム。バイツー。